当時マルチメディアという言葉が流行ってて、はい、CD-ROM でインタラクティブソフトみたいなのが出てたんですけど、そうですね、そういった作品もやられてたんですか？はい、そうです。音楽の活動した頃から、まあ、はい、同じそのコンピューターをベースにして作るっていう土台はありましたので、はいはい、うん、コンピューター上で絵を作る人、映像を作る人で、僕は音楽を作る人っていう感じで、はいはい、そういうコラボレーションの方がなんかこう面白かったんで、そういうこう流れのままこう90年に突入したので、はい、なのでマルチメディアとかインタラクティブって新しいテーマが出てきた時に、はい、これだと。なるほどなるほど。すごく思ったんです。実際にそのパラッパが完成して、はい、多くのその当時のスタッフの方がこれはゲームじゃないだろうと。ああそうですか、はい、自分でもよく分からなかったんです。パラッパの後いろんな、ね、音楽系のヒット作品が続いたのもそれは他のクリエイターを刺激したからだと思うんですけども、一番最初はやっぱり周りの人もちょっと理解できない、これどう扱っていいか分からないっていうことだったんですね。そうです、はい、ユーザーの皆さんはパラッパはゲームなんだというふうにこうはっきりそう、はい、認識していただいたっていうところが、はいはい、結果的に僕がそのゲーム業界に来る。パラッパが出た後にゲームを作るのは面白いなと。そうです、その明るく楽しく笑えるような気持ちになるものっていうのは、はい、なぜか表現の世界の中では軽んじられるんですよ、はい、でこれは割と根の深い問題だなといつも思っていて、はい、でなのでなんかそのパラッパを作るときに、はい、なんかプレイした人が全員こう笑顔になる、うん、みたいな、なんかそういうものにしたいっていうのは多くのスタッフに共通した意識でした。プレイステーション。